あちらを見てもこちらを見ても今日は浴衣姿のサポーターの方が多いですね。今回の東京ヴェルディ戦なんですけれども、三崎浴衣デーなんですね。そうなんです。もうね、もうワクワクしてますけど、皆さん浴衣で来られた方にはですね、こちらの、夏野菜オリジナル手ぬぐいがプレゼントされるんです。男性女性がね、ジンベエ浴衣でもうお祭りみたいな感じで、もう私もワクワクしてます。試合の方もお祭りになるといいですね。そうですね、もうそれを願って、はい、皆さん一緒に応援しましょう。売店も取ってもらって、勝っても勝ってもらいたいな。多分、まあ勝てると思います。勝てればいいと思います。頑張れファジアーノ。注目は2試合連続ゴール中の14番押谷勇樹選手。ファジアーノは前半42分、10番千秋選手の縦パスから相手ゴール前でしぶとくパスをつなぎます。そして押谷選手のオーバーヘッド、これは決まりませんが、代わって2番沢口正彦選手。最初のシュートは弾かれましたが、相手のクリアしたボールが足に当たってラッキーな先制点。まあ、最初の段階で決められればよかったんですけど、まあ、いい形でまた戻ってきてラッキーゴールでしたね。2点目も沢口選手から。後半26分、クロスが相手のハンドを誘います。 PK を蹴るのは2戦連続ゴール中の押谷勇樹選手。周り見たら誰も蹴ろうとしてる人いなかったんで、誰も蹴らないなら俺蹴っちゃおうと思って蹴っちゃいました。オッシーの今シーズン7点目で引き離したファジアーノ、2対0でヴェルディに快勝。実に4試合ぶりの勝利です。勝因は相手よりも走り切ったこと、よく走ったと思います、攻守にわたって。今回の試合のキープレイヤーとなった沢口正彦選手、ポイントはサイドから中に入ってくる動きでした。先制点のシーンです。千秋選手の縦パスが入るや否や、沢口選手猛然と中央に走っていきます。このサイドから中央に入ってくる動きが沢口選手の持ち味、これが先制ゴールにつながったのです。あそこまで走ってチャンスを作るっていうのは、まあ、一つの持ち味だと思っているので、まあ、今後も続けていきたいと思っています。この試合もう一つの注目は新加入選手の登場。後半26分には復帰したキム・ミンキュー選手がおよそ9ヶ月ぶりにカンスタのピッチへ。独特のドリブルフォームでゴールに迫りました。絶対 J1 上がれるように、まあ、頑張ります。後半36分には J1 大宮アルディージャから加入した20歳のフォワード清水慎太郎選手が初登場。まあ、フォワードなので点取ってチームに貢献できればいいと思います。その言葉を実行する日がわずか3日後にやってきます。水曜日のアウェー京都サンガ戦、先制されたファジアーノは4番近藤選手のヘディングで同点に追いつくと、前半26分には30番清水選手が移籍後初ゴールとなる PK を落ち着いて決めて逆転します。さらに前半45分、清水選手が頭で反らせたボールに走り込んだのは8番石原隆義選手。20歳のコンビの連携プレーでリードを広げます。同期なんでいろいろ話してもっと点取れればなと思います。点取れてよかったです。とどめはこの人、35番ルーキーの島田譲選手。胸トラップでディフェンスを置き去りにする見事な J リーグ初ゴールでした。ファジアーノ上位チームに連勝、順位は7位に上がりました。まあ、チーム全体がすごい自信があるプレーできたので、まあ、徐々に上に上がっていきたいと思います。 CM の後あなたは何問答えられるか、新コーナーファジって Q です。新コーナーファジアーノ岡山クイズファジって Q、 サポーターの皆さんにファジアーノ岡山に関するクイズに答えていただきます。1回目はこちらのお三方です。よろしくお願いします。好きな選手は石原選手。昔のこともクイズは自信ありますか？まあ大体いけると思います。クイズなんですけれども自信の方いかがでしょうか？
や全然ないです。ですか。では1問目です。じゃじゃん。今年7月27日の FC 岐阜戦で11番桑田慎一郎選手がホームゲーム通算100ゴール目を記録しました。ではホームゲーム初ゴールは次の3人のうち誰でしょうか。1番木山浩平選手、2番西野浩平選手、3番武田秀明選手。それでは一斉に答えをどうぞ。じゃじゃん。2番、2番、3番ということで、お二人が西野選手、そして武田選手、どうでしょう。かな、西、わかんないです多分西野選手だったと思います。はい、多分そうだと思います。2009年3月29日の札幌戦、ヘディングゴールを決めたのは19番西野浩平選手。ホームゲーム3試合目の初ゴールでした。ということでお二人正解です。ファジアーノも選手でシーズン最多ゴールを挙げたのは昨シーズンの川又健吾選手ですが、ではそのゴール数は次のうちどれでしょうか。1番16ゴール、2番17ゴール、3番18ゴール。さあどれでしょうか。じゃじゃん。2番3番3番と分かれました。昨シーズンアルビレックス新潟からレンタル移籍してきた川又健吾選手、日本人得点王にも輝いたそのゴール数は18。試合後のパフォーマンスでも楽しませてくれました。3番の18ゴールでした。お二人正解です。最後の質問です。この夏ファジアーノ岡山に復帰したキム・ミンキュン選手、去年のアウェーの東京ヴェルディ戦でヴェルディから3年ぶりに勝利を挙げたとき、カメラの前で思わず叫んだ言葉は次のうちどれでしょうか。1番めっちゃ嬉しい、2番超気持ちいい、3番いつ勝つの今でしょう。では最後の問題です。一斉にどうぞ。じゃじゃん。1番2番2番と分かれました。さあ気になりますね。正解はこちらです。正解は2番の超気持ちいいでした。全問正解。まあはい、自信はありましたCM の後はバジスタ MVP の発表です。今週のバジスタ MVP、東京ヴェルディ戦は先制点と PK につながるクロスを上げた2番沢口正彦選手、京都サンガ戦は1ゴール1アシストの8番石原貴義選手が選ばれました。